ウマルイブン・アブドゥルアズ・イーズは、ウマイヤ朝の第8代カリフ。2代目政党カリフのウマルイブン・ハッター部の彦。曹祖父と区別するために、ウマル二世イと呼ばれることが多い。ウマル二世イの時代になると、イスラム帝国はアラブのみならず、昭和アジアペルシア、北、アフリカイベリア半島にまで広がる、一大勢力圏を築き上げていた。ウマイヤ朝は、コーランか、県か、 高能化という言葉に表されるように、多宗教に対しては、厳しい差別を条件に、その信仰を許容した。イスラム教に回収しないものであっても、人頭税を納めることによって、財産権と生命権を一定程度保障した。しかし、実際には、アラビア人でないものは、たとえイスラム教に回収したものであっても、ジズヤを、納め続けなければならなかった。 征服した豊かな地域から納入される多額の地図屋は、イスラム軍が半島を広げ、維持するための重要な資金源であったからである。しかし、この頃になると征服地の人々でもイスラム教に回収するものが多くなり、コーランに書かれた神の前での平等と現実の際に、不満を持つものが増えてきた。ウマイヤ朝の首都ダマスクス周辺に住むペルシア人回収者は、 イスラム初期に組み込まれたにもかかわらず非政府民として差別され続けることに特に大きな不満を感じており人格者として知られたウマル二世はお膝元での空気を無視することができなかった。ウマル二世はジズヤを廃止しようとしたと言われるが在位期間が短かったこともあってほとんど成功しなかった。しかしイスラムの教えの下での平等を掲げたウマル二世の理想は 時代のアッパース長が、うまい野鳥打倒の際に掲げた大義と同じものであり、うまい野鳥の君主のうち、うまる二世紀の墓だけは、アッパース長の時代になっても暴かれることがなかったという。ありがとうございます。